いろいろアいっぱいんじゃないかなとはい、えー、皆さんこんばんは、えー、平木原の「地上ハイラス魚屋のチャンネル」始めたいと思います。 えー、今日はですは、ね、生田さんが、えー、ちょっと発熱をしたということで、えー、大事を取ってですね、えー、リモートでということで、えー、企画をしました。まあ、なんかあのあとちょっとメールをいただきましたけども、えーまあ、あ陰性だったということなんですけども、えー、ちょっと熱があるということなので、えー、生田さんと私でですねあの、うん、フルリモートで え、番組やろうということで、えー、始めたんですが、まあ、残念ながらですね、生田さんがどっか通信の環境の悪いところにいるみたいで、えー、つながってこないということです。えー、なので、えー、ま、今日私が一人で勝手に喋って、生田さんが来なかったら終わりたいと思います。えー、その上でですね、えー、ちょっと今あの、皆さんのコメント、あ、生田さん来たじゃな。ミュートだよ、ミュート。ミュート入ってるよ、はい。ごめんなさい。 あどうも、どうもこんばんは。すいませんね、今日はご迷惑かけちゃって。なんで今、俺、一人で全部やろうと思ってたのに。あ、いいじゃん。やっぱね、<laughs> あの、大事なお知らせやろうよ。あ大事,、ね、大事なお知らせ、第二弾ね。大事なお知らせ。い今日はすいません。え,えちょっとなんか発熱だって聞いてました、ね。そうなんですよ。でも、まあ、あの、抗原検査やった結果、陰性だったんで、うん。まあ、大丈夫かなとは思ってますけど。 まあね、あの、いやすいません、<第>ご迷惑かけちゃって。しかもさあの、全然入ってこないから、どこ行っちゃったんだっつって、今探してたの。あのね、なんか携帯のね、機種変やってんのよ、うちの人が。ああ<う>。それでなんかいっぱい使ってたみたい。へえー。で、それ止めてもらったらスムーズだった、えー。そうですか。それはそれは。そういうもんなんだね。ええー、まあど、ちょっとよくわかんないけどな。いや、どう<の>もよくわかんない。<あ>ちょっと止めて。はいはい、うん。 止めてって言ったらスムーズだった。ああ、なるほど、なるほど。うん。そう。いや、ということで、ええ魚屋のおっちゃんねる、えー、キアラタの地上へ入らず、始まったよじゃあ、また今からだね。そうですね。この間も三回切れたからね。そうだよね。いやでも、つなぎ直したから、はい。 ちょっと再生回数がなんかあの少なかったみたいだけど、ただあの一部の,あのリピーターというかコアのファンの人にはものすごく評判良かったね、前回はね。ね見やすくなったって言ってるしね。うん、そう。はい、あ,、ね、あこういうふうに映ってるのか。そう、わかる。なるほど、なるほど。今見てんの ?YouTube の画面を。そうそう俺も今 YouTube 出した。あ<ー>うん いや俺こうやって映ってんだ、なんか面白いな。<laughs> それでさ、もう私はもう、鎌田のマンションに戻ってきたので、ね、ちょっと入ってきたので、もうお風呂にも入って。なんかすっきりしてるもんね。すっきりしてるしもお風呂上がりで、ねね。いや、いい感じですよ。<laughs> いい感じですよ。いや、ところであの、大変ですね、なんか政治の世界は。まあちょっとね、これも申し訳ない、われわれ与党、自民党の議員なんで、もう皆さんにお詫びするしかないですけども、 まあ、3週間で3人の閣僚が辞任するということで、ですね多少混乱をしてますが、うんまあ、ただ問題山積なんでねあの、本当にこれ、われわれもしっかりあのここから立て直して、ですね、えー、補正予算も通さなきゃいけないし、あと統一教会の,あのいわゆる信者二世信者とかね、いろんな救済の法律。 っていうのも、はい、まあ作ることになってますんで、これからまた立て直して、しっかり取り組んでいくっていうことだと思います。うんえっと、まあ、斎藤健さんと、はい、お松本剛明さんでしょ、すごいしっかりした、あのまあ安定はしてるよねだから法務大臣が斎藤健さんでしょ、頭、はいまあ、いいし、まあ、頭いいだけど。うん やっぱりすごいあの腹の据わった政府、うんまあ、ある意味総理候補だよね、斎、うん、藤健さんなんていうのもね、政治家としては。あそうなんだ。だから斎藤健さんにしとけば間違いないし <laughs> <ー>、まあ、総務委員会、だから総務大臣、総務大臣が、うん、えっと松本剛明さん。松本剛明さんっていうのは、はいんと、木原委員長、内閣委員長の時に僕が理事やって、うん 人じゃない、あの自席の理事やってたでしょいろんな法律、内閣委員会。あの時の筆頭理事が松本剛明さんだったんだよね。うんまあ、竹明さんっていう、あ<っ>まあ、本名竹明さんで、まあ、僕らは知ってるけど、だからあの時の,あの内閣委員会、まあ、最強の内閣委員会の時の筆頭で最多の法律を通したっていうのが、仕事はすごいできるし。 じゃあ、松本さんも仲間っちゃ仲間なんだ。みんな仲間だけどね。すごいなんか一緒で、民主党だったんだけど、もともと。そうだね。すごいなんか、ものすごい家柄なんだよね、あそこ、確かね。あそうなんだよ。やっぱ家柄はすごい。確か俺、ちょっと潤えだから適当なこと言えないけど、ものすごい家柄なんだけど。いやいや、そうですよ。剛明さんがね、いや、もう。 まあ、あの人、一回大臣、民主党時代にもやってんだけど、はいはいはい。民主に来て、結構、私と一緒に仕事すること多かったんだよね、うん、内閣委員会系で。<ー>そしたらね、あのー、なんか、いや、今年の最大の収穫は平良さんという政治家の、その、実力を、がよく分かったことだな、なんて言って,て。あ、そうなのすごいなそ。そうですか、ありがとうございます。あ、<う>あ伊藤博文の尊になるんだ<う> ねえ、そうでしょ、うん、そう。いや、と、ま、ね、まあまあ、あまあ、家柄もう家柄なんでしょうけど、非常にあの理性的で、私なんか言うあのなんですけどの、能力の高い人なんで、うんうん、まあまあ、はなからそうしときゃよかったって話だよね、総額もね。まあ、私が言っちゃい,い身も蓋もあります、ね。なるほど、なるほど。<laughs> まあ、あの、しっかり立て直してですね、やっていく必要、うん。 できないよね本当にいやなんか解散がどうのこうのなんて噂も出てるけど内閣改造とかあの12月18日ぐらいまでに解散をするとその十増1減じゃなくて今の選挙区で選挙ができるってなんか週刊誌に書いてあってねはあ<で>るそれこうやっうとその十増1減全部調整してから選挙やんなきゃいけなくてうん、うん、でこの人によると、うんな 選挙区がバラバラになっちゃうとか、選挙区変わっちゃうとか、いろんなことが出てくるので、うんまあ、そう簡単にすぐになんか、解散できないよねっていうことになるんだけど、その前にやっちゃえば今の選挙区だから、うん、いいんじゃないかっていう解説してる週刊誌はあったけど。なるほど、それはなかなかいい視点だね。 まあだからあれだよね、まあその週刊誌的に行けば、その年内解散とか、あと、週新聞かな、年内あの内閣改造とか出てたけど、出出てる出てるる。まあ、まなんちゅうのかな、まあ週刊誌的っていうか、マスコミ的っていうか、だけど、<laughs> そうね。うねやっぱりさ、そういうのに安易に逃げずに、やっぱり人実績を出していくしかないと思いますけどね、うん、私は。 まあそうだよね。いやだからね。ああいう、まあ一週間空くじゃないですか。それでああいう報道をチラチラ見たりとか聞いたりして、それであなたにあの火曜日に会って話を聞くと、まあ誠実ない随分落ち着いてやってんだなって思うよね。毎回思うよ。まあだから、その、何ていうのかな、あの、うん、やっぱり日本国、うー、うん、でねまあ、内政もあるし、 うん、外交もあるし、まあ、やんなきゃいけないこといっぱいあるし、まあ、岸田さんは、まあ、あ,のあれだよね、G20 とかさ、海外1週間行ってましたよね。いや、忙しいよね。<laughs> だから、そういう意味では、うんまあ、やることはいっぱいあるんですよ。だから、それはその与党と野党はそういうところが違うところがあって、はそれぞれかなり忙しく仕事はしてるんで。う まあだから、落ち着いてる一番落ち着いてるよね。い,いや、落ち着いてるよ。それでちゃんとやらなきゃいけないことっていうのがあって、それをみんなちゃんとやってるっていうのが、いつも火曜日確認する感じよ、ああ、そういえばね、生田さんね。うん、はいはい。YouTube の人に会ったんですよ、この間。はい。YouTube の偉い人たちに。お<う>おそあの、この魚屋さん、注目されてるよ。マジか。 え、YouTube の何なんか、この間、偉い人来られてね、いろんな話したんだけど、すごい注目してるみたいいや、それは平さんいるからだよ。そりゃそうだよ。すげえなと思ってさ。いや、すごい。それはすげえよ、でも。いや、で、こんだけ冷静に制作とかさ、 うん、いろんなことをやってる政治番組って少ないじゃないいやいや。対立はあってあっ,っ,、うん、っ,ってね。そうそう,そう,そうそ妄想を膨らましてさ、あいつはバイクグルーだなんだって言ってさ。でもさ、いや、本当に、なんていうのかな、本当、隣国と没交渉になってこれほど怖いことはないよね。まあそういういこと、ね、当たり前だけど、はい、アメリカと中国だってやっぱりさ、なんか。うん なんていうのコミュニケーションが取れないことによってですよ、そのうん、うん、不測の事態が起きないようにしようって、まあやるわけだよね、当然のことなわけだ。からこの間面白かったのがね、えっと、日中首脳会談があったでしょはい、はい、その前にの会議、APEC かな、結構岸田さん、名指しでさ中国批判してんだよね。これって安倍政権でもなかなかなかったことでさ。おー うん、だから言うことを結構言っててね、でその後ね、<ー>もっと面白かったのは、うん、そうすると必ず米あの日中の首脳会談に悪影響を及ぼすわけですよ。言うとね、<ー>でもそれは当然、か覚悟の上で言ったんだけど、うんまあ、その割に中国からなんか強烈な反応なかったよね。いや、金平がだってにこやかに握手したじゃない。だからまあ<ー>まあ習、習主席がね。 うだから、ああやっぱりさ、やっぱり中国もきついんだと思うんだよね、経済がね。やっぱりこの西側がさ、やっぱり経済安全保障だとか、うん、サプライチェーンだって本気でやりだしたし、うんえー、あとやっぱゼロコロナ政策で経済疲弊してるし。だから、まあそういうふうに、まあ、ちょっと中国もきついからね、やっぱり日本ってやっぱそれなりの経済大国なんで、うん、まあここはまああんまり。 あのー、なんていうの関係悪化させない方がいいかなと思ってるのかもしれないし、もしくは、もしくはやっぱりその今、その安倍政権以来、日米の関係がさ、本当に米関係が強いじゃないまあそこ。そこにくさびを打とうと思ってるのかね、わからないけど。う まあやっぱり外交いろいろ変化してるよねって感じがしてね、えー、まあでも中国もあれだけの人口を抱えてあれだけの広い国土だとそれをまとめるっていうのはまた大変だと思うからねまあそれ,それはそうだろうねものすごい大内政も大変だと思うよいやだからまあ総理にしてみればさまあ海外にいろいろ行っていろんな、うん、あ会談をしていく中でね、うんえー、大臣、うん 気にしなきゃいけないっていう、まあ、両方の対応をしなきゃいけなかったから、まあ、結構大変だったもんだけどね。本当だよね。で、今日なんか、たまたま木原さんが、あのー、記者会見やってて、なんかモンゴルの大統領がお見えになってるそうで、ね。ああ、本当にああ、そうですか、えー。で、それの報告をなんかしてたね。だからさ、そういうふうにやってさ、報道されないところっていうのは、ちゃんとやってんだよね。まあ、だって、日々、本当にやることいっぱいあるからね。 そうだよね。そり、うん、昨日、木原さんと対談したんだけどさ、政経同士会ってそう、その結果聞きたい。それで、まあ、1時間、1時間十0分ぐらいやって、残りの20分、まあ、質問コーナー中間質問を,を受けてたんだけど、うん、まあ木原さんは言ってたけど、総理のさ、日程って出てるじゃない。よく新聞にさ、総理にって、朝から晩まで。うん であ,のあれ見たってさ、もう殺人的なスケジュールだけど、あれ3分の1だって言ってたよ。うん、あそうなの実際のスケジュールの。っ、う、て、ん、言ってた。いや、本当密なんだじゃあ。そうだからまあまあまあ、それはね、まあ、ちょっと簡単な打ち合わせもあ含めてなのかもしれないけど、うんまあそれはやっぱり大変ですよね。<laughs> <laughs> 大変だ。 そうか。いや、あの、どんな話したんですか、昨日は。昨日は言,言えないんですけどね、あんまり言えないんですけど、まあ,あまあ、まあ、これからの政権運営とか、うん、あとこれからの経済成長戦略どうするのかとかですね、うん、あとこれからの外交どうしていくのかっていう、まあそういう話をして、まあまあ、久々にあのじっくり話できて、と思いますけどねで体は大丈夫なのな、この人。 なんだこうないやな、女の人だああ、木原さんは、うん、木原さんは全然なんか元気そうだったよね。ああ、ほ、うんと。ああ、それで、先週言い忘れた、あの、税制、Web3 のなんか税制。ああ、Web3 ね。うん。あの Web3 も、ちょっといろいろやっぱり、あ、うん、の、進んでて、うん、で、う,ん、うんと、まず税制っていうのが、まあ、最大の注目なんですけど、はい。 この間3月末にホワイトペーパーをまとめましたよね。あの NFT の。それでまあちょっとおさらいになるんだけど、まあ、うん、あれは英語版も発信して、うん、まあ非常に評価が高くてね、まあ網羅的にまあ論点整理して解決の方向性を示しましたと。うん、それでまあそれを、まあいわゆる骨太、政府の骨太方針にも入れることができたし、はい 参議院の公約にも入れることができて、まあ、ウェブスリーというのは推進というのは国の政策になりましたと、うん、それででもまあ、なんていうのかな、まだ3合目、5合目ぐらいだよねと、やっぱりあの税,金税金の税制が大事だよねと、で税制っていうのはまあこれから始まるんですよね、年末の税制議論というのは、今まさに始まりつつあるかね、全体会議とかで。この税制の議論にまず乗っかるか乗っからないかがものすごい大事なんですよね。 もちろんもちろん。だってあれであらゆることだ、税金ってあれであらゆるところに変わるあ。そっか。それで、租税特別措置つって、その、なんていうの、次元でやってるやつも結構多いんだよね。お<ー>だから政策的に、まあ、だから政策を利かすには、財政出すか、税金を、ま、あのデザインするかなんですよ。あとは、規制のデザインをするか。だからこれは上げたり下げたりとか、うんうん、その規制強化したり、規制緩和したり、新しいルール作ったりつって、まあ、 まあやっぱりあのデザインだよね、全体的に。だからまあエコカー減税なんてそうじゃない、エコカーにシフトするためにそこで減税するわけだから、そうやって、うんあの、なんていうのかな、まあ、政策を実現したり、政策を加速させたりするのが税金で、いっぱいあるわけですよ。で、それをね、全部網羅した一、まあ、冊の紙に、まずたたき台でまとめるんだけど、うん もうそれいっぱいあるあの、いっぱい項目があるから、これ、電話帳って言われてるんですよ、業界用語で。えー、熱いから。<ー>その電話帳をまずまとめて <laughs> で、そこから議論なんだよね、やるかやらないか、中長期の検討にするのか、もしくはちょっと微調整してやるのかとか、でその議論が始まるんですよで。まずその土台に乗らなきゃいけないんだよね。それで あの実はあのホワイトペーパーを規定て破りなペーパーで税金のこと書いちゃっただけ。うん、お税金のこと書いちゃいけないんですよ。大体政策提言っていうのは。あそうなんだ。税金のことはこの年に1回の,その自民党税調の議論で決めるんで、うん、だから一応書いちゃいけないんだけど、でもこれ書かないと、<お>まあ、仏作って魂入れずみたいになっちゃう。まあ、一番肝だもんね。だからまあ書い ちゃったわけですよねその中で一番メインのポイントは、うん、なこう渡辺壮太さんも来てくれたじゃないこの番組いわゆる渡辺壮太問題っていうねウェブ3ブロックチェーンであの、うん、トークンを発行するビジネスモデルが、はい、その自社発行トークン、うん、がですね自家評価課税されちゃうという問題って言ってて、はい、それは何かっていうと そのブロックチェーンからトークン発行します。で、それをまあ、トークンを売って資金調達するんだけど、うんうん、トークンの数で多数決で物事決めていくんで、手元にもある程度トークン置いとかないと、ガバナンスが効かなくなるのね。だから自分のところで発行して、自分の手元に置いてるものをガバナンストークンって言うんだけどね。 でこれをその別にお金に一円にもならないのに、うんうんまあ他で売ったトークンがこのぐらいの値段ついてますよねってなると、自分が持ってるトークンもそれの単価で自家評価されて税金取られちゃうはい。だから、まあ、そうなると、まだビジネスも何にも始めてないのに、うん、まあ半分トークン売ってね、資金調達したけど、手元に持ってる半分の方で風がかかっちゃうから、資金調達もままならないと。 そうなんだよな。<laughs> あ<ー>いうんで、そのいわゆるウェブ3のスタートアップなんていうのは、日本で起業すると、うんえー、潰れちゃうから。うん、なんで、えー、シンガポールに行きましょうっていうことで、実際日本の税制は意図してないんだけど、結果的にはウェブ3周りでは、シンガポール移住促進税制になっちゃってるって。そうなんだよな。おい それでこれがさ、もう、その、うん、まあ、レイヤー1のブロックチェーンのみならず、その、Web3 全体のスタートアップ全体がもうそういう感じなんだよね。ああ<ー>。それで、まあ、これがなんとかしなきゃいけないよねっていうのがさ、まあ、一番、冷静で重要な、うん。ポイントで、はい、うん。うん、それで、まあ、これは頑張ったんですよ、僕ら。うん。で、頑張って、まあ、いろいろ、その、これは実現するぞと、せめてこれだけは実現するぞって言って、 えー、いろいろ働きかけをして、それで、経産省と、金融庁が、うんはい、まあ、我々の案を担いでくれたわけよ。うん、うん。これ、役所が担いでくれないと、もう訴状にも上らないわけ。うん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 。そもそも、ねあ。なるほどね。だから、やっぱり、そのどっかの役所に担がせないと、やりきれないんですよ、実際ね。それで、まあ、なんと、金融庁、まあ、あの経産省はさ、当時、萩生田さんが経産大臣で、 p イ、うん、作ってくれたから、まあ、やっぱりあの計算書もすごいやる気で、で金融庁は当初、暗号資産なんてうのに対しては、うんあ、あんまりなんていうの、まあ、規制強化、規制強化みたいなところだったので、あ<ー>でまあ、ほら、マウントボックス事件とかさ、コインチェックがやらかい。うん、まあまあまあ、それなりにちゃんと規制しなきゃいけませんねってなってたんで、うん、まあ金融庁もそんな当初は乗る気じゃなかったんだけど、やっぱりホワイトペーパーが出てね、 あが聞いてんだね、うん、あと公約になったり、やっぱり骨太に入ったりして、モメンタムが出てきたから、うんま、金融庁もものすごい勢いで、まあ、全体の、なんていう全体感をまあ把握した上で、まあ、めっちゃ優秀なんで、うん、日本の金融庁も、うんあのう。担いでくれてるわけよ。うんうん、それで、まあ、これはなんとかね、まあ、今回の税制議論で、まあ、実現できるんじゃないかと思って、今、まあ、頑張ってるわけ。うん、なんだけど、うん 実はそれだけじゃないんですよ、問題は。だからそのスタートアップが発行して自分で持ってるトークンの自家評価も問題だけど、うん、それを引き受けた、まあ、ファンドとか投資家が持ってるだけで自家評価になっちゃうっていうことも問題なきゃよ。 だって、うだってそうしないとさ、投資できないじゃない、これ、育ててあげようとうらああそりゃそうだ、そりゃそうだ。だから、売って儲かったら、税金を納めますっていうのがまあ普の、はいはい、普通の感覚。それ普通の感覚。持ってるだけで、その自家評価されてっていうと、うん、その、なんていうの、手前で売らなきゃいけないとかさ、税金払うために売らなきゃいするよね。だから、うん、まあそこまでやっぱりいかないとだめだろうっていうことで、 うん、急遽追加したんですよ、土壇場で。お最近最近、先週。へえ。それは本当、ドタバタで、金融庁にも、経産省にも大変、あのバタバタさせちゃったんだけど、それを含めたペーパーが、この間見せたペーパーなんだけへだから、なんかね、そのいわゆるその、なんてのアスター、あの渡辺壮太さんみたいな。はい ちゃんと手当てしなきゃって言ってたけど、そうじゃなくて、そういうところに投資をしてるところの自家評価も外せと、外すべきだっていうのを、急遽入れたのがあのペーパーで、それでなんとか、急遽最後文章を、うん、入れさせたんですよ。一週間。で、これで、まあ一応その辺は、まあ一つのエコシステムがあると。うん、ただそれが実際にね、今回の税、税調で、うん、取れるかどうかはまだわかんない。 いや、だけど今の話は俺はもうずっと聞いてきたから、ある程度はわかるけど、これ、他の問題があって、それ議論してここに入ってきたら、チェーンプカップだと思うよ。いやだからま、まずウェブ3自体が、まあ、非常にあの動きも激しいしね。うん、この間、TX、うん、の破綻なんてさ、はい、まあ大体、パラするわけですよ、こういう新しいテクノロジーが出てくると、詐欺みたいなのも出てきたりさ。 まあまあ毎回あの、こういうことって起きるわけでね。そうだよね。い動きの中で、でまたあのトークンっていうのもねそのなんていうの、昔はビットコインみたいな暗号通貨的なものからさ、暗号通貨的なものもあれば、証券みたいなものもあれば、うんえー、会員券みたいなものもあれば、議決券みたいなものがあるってって、細分化されてきてるんだよね、今、だいぶ変わってきたね、雰囲気がね、そういう。変わってきたでしょ。 そういうのも、まあ、キャッチアップしながらやらなきゃいけなくて、<ー>だから普通にね、FTX の問題なんかあると、ほら見たことかと、ほら危ない、まだこれ促進するのかって、うん、まあ僕なんかもツイッターでよく絡まれるけど、うん、いや、促進じゃなくて、うん、他のところは普通に、まあ、売買益ができたら税金を納めるとか、売買益出ても税金を納めなくていいとか、1>, うん、まあ1年以上持ってれば長期保有でいいとか、いろいろやってるんだ。日本は 持ってるだけで自我評価されて課税されるんだから、さすがにそれはちょっと世界に合わせようよって言ってるだけの話でね、俺が。あ、でもん、日本がそういう感じなんだ。他の国はそうじゃねえんだ。俺は違う。だってドイツなんかすごいよ。1年以上持ってれば、あの、確かキャピタルゲインというか、売買益にも税金かけないやつだよ。うん、えんで、シンガポールもかけないわけ。そ,そもそも売買益にもかけないわけ。えー だからまあそういう問題があって、ああいやいや、持ってるだけで税金かけるのやめようよって言ってるだけでね、むちゃくちゃのことを言ってるわけじゃなくて、そうなると、もう本当にそうイノベーションは進まなくなるし、日本にいられなくなるんでと。でだから、それをね、まあ、分かりやすく、網羅的に示しましょうというんで。 今、今言ったことっていうのは、まあ、その渡辺壮太さん的なやつは、一番の括弧1にもともと書いてあったやつを、うん、いやいや、投資する側の法人も自家評価やめましょうつってって、一番の括弧2っていうどこにそれ書いたっけああ、でも、それ,それは、うん、はい。さらに、それだけじゃまだ足りなくてね、うん、個人の所有のところが手ついてないわけですよ。個人の所有のところも、うん、えっと、自家評価されて、えー、雑、雑所得だから、 えー、55%最高税率かかっちゃうわけ。シンガポールなんかはもうそもそもゼロなわけ。持ってるだけでかかったりしないわけですよ。だそこもなんとかしなきゃいけないし、<ー>あとトークンからトークンに変えるたんびに税金が発生するわけですよ、日本は。あそうなのそう,そうそう。そうするとさいろんなトークン動かしたり、いろいろしながらいろいろ回っていくのに、<ー>それはさんがにあにないんじゃないって言って、まあ、そこも。 いやいや、法定通貨にしたら課税するって形にしよう、するべきじゃないかっていうことで、今言った 4, 4項目を、そのうちのウェブ3 p t でまとめて出したいけなんでこれ出したかっていうと、ウェブ3 p t の連中はみんな分かってるけど、日本、うん、の人たちはそもそもウェブ3ってなんだか分かんないし、<laughs> い<ー>税金なん, <laughs> なんと、なんと,なんとなんと何をいじればいいのかも分からないから、 これ、とりあえず網羅的に示しとかないとだめなんじゃないのとって言うんで、急遽あの税制議論が始まる前に、こういうのちょっとタブっぽいんだけど、多分みんなこれ出さないとみんな分かんないから、出そうって言うんで、うん、ウェブ3 p t で4項目、まあ、網羅的に出したから、あれ見ると、うん、あやらなきゃいけないことはこれなのねということが全部あるあなるほどね。ピンポイントで分かるってことだ。 たださっき言った、その最後のまた、あの、方の2項目はさらにまたハードルが高いと。ああ、そうなのハードルが高いと。だそあの、個人と投資先か。うん。証券と横並びにするってことだから、それは、まあまあ、まだ号暗号通貨暗号資産を証,証券と横並びにしていいんですかねっていう議論もあるしね。ああ、ただまあ、そこから始まるのか。ただ、まあまあ、まあ、戦いはこれからなんですけど、 ですから、まあ、一番最初に言ってたやつは、まあ、解決できそう。なんとか。<あ> 1> 1週間前にですかまあ、結構、まあ、いけんじゃねえかな。まあまあ、これからだけどね。まあ、これからすごいタフな議論だからね<ー>。だからね、まあまあ、もう、なんていう簡単なことじゃないんですよ、民主主義のあそそあ<の>、そそ手続きで物事を進めていくっていうのはね。<ー>だからまあ、それをやるんで、この間ペーパー出して、まあ、そのペーパーは、だから、おかげさまで本当に、 よく分かってるような自民党の PT の連中は、強化評価をあ<ー>まあ一応受けていて、それであのペーパー持って、いろんなところのいろんな人に説明にいってるっちゅうことなんです。いや、そうなると、その電話帳の状態から、じゃあ税制こうやっていじりましょうという結論が出るまで、時間はどれぐらいにあるいや、でも12月の上旬には全部決まるから、上旬か。 そう、2、3週間。えそんな早く決まんのうもうだから、だって1日1、毎日3時間ぐらい平場の議論をやるんだよ、毎日。毎日じゃないけど。1日に3時間ぐらいやって、多分100人、200人の議員が集まって、カンカンガクガクワーワーワワ,ワワ言いながらやるわけ。それと合わせてインナーの議論っていうのは進んでって、うん、えー、決まるんじゃない何それとは別にインナーの議論っていうのは、例えばどういうことなの いや、だからさ、まあ、平場はさ、まあた、うん、例えばね、俺みたいにこれ絶対必要だと、日本の今後のね、成長のためにやってる人もいれば、業界から応援されててさ、はい、業界のための減税を勝ち取るとかさ、地元<ー> <laughs> の自治体から言われてて、地方税とかね、これは絶対反対だとか賛成だとかさ、ね、そまあ、いろいろあるんですよ、それ。みんなその、まあ あしょってるもんがあるわけだな。だ,だって自動車業界から応援されてれば自動車現在やれっていうことになるだろうしさ。そ,そうだ。そうでしょだからそれはもうすごいせめぎ合いなんですよ。もう税金、だって<ー>そもそも民主主義っていうのはさ、王様が勝手に税金上げるのはけしからんっつって、<laughs> あの、ね、税金取られる人たちの側から代表を出して税金の仕組み作るんだって言って民主主義が。 うん、だからもう本当のコアなんですよ。だから与党と野党の違いはこれなんだよね。あ<ー>野党の人は<あ>もう切れ味よくいろんなこと言えますよ。うんでも税金決められないんですよ。ああ、そうか。だ,だ,からてだから大体党の中でもそういう議論はして,、まあ、してんだろうけど、まあ、ここまで具体的にはやってないよね。 いやだからそれはやってないですよそれはやっぱり自民党の長年の、まあ、伝統と蓄積だよね,だ,ねだからそれがいいか悪いかっていうのもあるわけよ。<ー>今までの税の議論にこだわりすぎてて、うん、世界はどんどん変化してるのに、うん、そのすぐには変えられないっていうところもあるよね。うんうん ただまあ、ど素人みたいな思いつきみたいなやつは、もう完全にここで論破されて、はいはい、お前、お前、顔洗って,って出直してこいって言われるよね。なるほどね。まあそうですよ。だからまあ,ある意味大したもんだけど、ただ本当にこの一年に一回のね、まあ、この、なんていうのかな、伝統行事というか、あまあ、年の終わりのですね、うん、恒例の行事で、 このやり方が本当にいい,かいいかどうかはもう一回考えた方がいいと思うね。そうだね。もうちょっと税金なんていうのは、その、柔らかくいじれるようにしといた方がいいのかもしれないね。ただ財務省は大変だろうけど。まあ税金だからね。まあいじるのはそう確かに大変でね。例えばガソリンのところは減税しろ、うん、減税しろって言うけど、こっちは補助金でやったわけだよね。うん、で補助金でやった方がデザインもしやすいし、はいはい、期間も定めやすいわけですよ。 うん、税金決めたらその後全部、うん、あのなんていうの仕組みを変えなきゃいけないんでうん、うん、だからそれは大変なんだけど一方で世界の動きを見ると例えばウェルスリーナって見ると、はい、ちょっとした税制をいじることによって、うん、そのいわゆるクリ,プク,リプクリプト民っていうのかなクリプト民っていうのか人材がわーっとそのポルトガル行ってみたりさ、うん、わーっとドイツに行ってみたりさ あの、映るよね。だからやっぱりそういうのって、うん、あの、そういう時代なんだよ。あの、世界観の競争。そうか。それでやっぱりシンガポールっていうのは都市国家だから、早いよね。そうだね。小さいし、人口も少ないしね。うん、うだ,かねだから小回り利くしね。 だからまあ、そういった意味では、それも考えなきゃいけないっていうやつで、だから、まあ、なんでこんだけ、そのウェブ3 p t の連中はよく分かってんのに、まあ、こんだけ税金、まあ、変わりそうで変わんなかったのかねってなるのは怖いよね。でもまあ、そうなんないように頑張ってよ。まあまあまあ、頑張ってますよ。あのいろいろ頑張ってやってるし。えー、いやだからさ、あれ、9月ぐらいだっけ経産省がなんか、その担当が、担当部署ができて、どうのこうのって言ってたじゃん。 あれってだから俺にとってはなんかそんな重いことなのかなっていうふうに思ってたけど今聞いて初めて分かったよ。いやだから本当経産省よくやってくれてるよ。やっぱりね萩生田大臣がよかったんだろうな<ー>あれな。あ<ー>金融庁も本当によくやってくれてる。あそうなの、うん、金融庁もよくやってくれてんだ。れるそれでねまあ今回やっぱりさ金融庁実は大ファインプレーでさ そのさっき言った FTX の破綻でね、うん、FTX って、あのー、取引所、はい、でかいやつ、ね。はいはい、でかい取引所、破綻したじゃない、うん、実だから、うん、チャプター11って民事再生法、うん、米国の民,民事再生法なんだけど、うんそのお、実はすごいバタ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 してたっけど、俺もなんかあのアメリカの,その巨大な取引所の、あの 創業者たからね、<laughs> 俺に合わないって言ってる時に、ちょ <laughs>、うん、の FTX の大きなニュースが入ってきて、もう一つバイナンスっていうところが、まあそれは買うとか買わないとかやってたわけでしょ、うん、それで実は金融庁は、んと、そのチャプター11に申請する前の日に、はいうん、FTX ジャパンに業務改善命令出して、うん 資産ッ保全を出してるわけですよ。えー、ファインプレイじゃん超ファインプレイで。<laughs> ね<え> <laughs> だからあれ、ブンだった後から出したって、<う>それは債権者にお金返さなきゃいけないんだから、全部一つの財布に残ってる資産あ,あの、なんていうの、集めろってなるじゃない。お<う>前の日にスタッフメめる出してるでって。<え>で、フういうスパンうん 何あ、だから情報って、だからね、多分ツイッター見てたんだと思うよ。えツイッター見てね、あの、あの、バイナンスの CEO が、やっぱり買うな。買う、買う、買わないわ言ってたよね。そういう時代なんで多分ね。それで、FTX ジャパンっていうのは資産超過だから、そういった意味では顧客から預かってる資産と、 あとなんていうのも自分たちが持っている資産自体も超過だし、あと顧客,、うん、顧客から預かっている資産のは分離で管理されているので、分別管理されているので、やっぱり金融庁というのはさ昔あのコインチェックとかさ、マンドコックとかあったから、ちゃんと見ているわけですよ。うん、でしかもその顧客から預かっている法定通貨はなんか信託かなんかされていて、銀行に。 でこれはもう補足されてるし、あとそのあ、暗号資産はあのコールドウォレットってつながってないウォレットに置いてあるんで、うん、あのブロックチェーンって誰でも見れるわけじゃない。うん、の専門性持ってる人は。だから、動かしたらすぐ分かるわけよ。うん、だから逆に透明さ高くて、お客さんから集まってる、ああああの預かってる暗号資産はここに置いてありますねと。 それで、法定通貨はここどこどこに置いてありますねと。さらにそれは分別管理されて、それ以外にもあの会社としての資産を持ってるわけ。あそうなのなんかれから、ね、だからこれから、いろんな法的なアクションはあるかもしれないけど、まあ、やっぱり金融庁あのちゃんとやってたよねと。でもっと言えば、アメリカじゃないんだよね、あれそもそもど,どっかのオフショアで。 あの本社持ってるんだけど、<う>向こうの FTX は、分別管理してなかったんじゃないかって言われたわけ、お客さんだからそれ言われてた。うん。今、話が違うなと思ったんだよ。だから向こうは分別管理してなかったんじゃないかと、だからその一部をその自分のプライベートな投資会社にお金融通してたんじゃないかって言われてる、うん。 だからまあそういった意味ではあの、やっぱり日本の方式が一番安全だよね、日本って安全だよねって。あ<ー>あ、そういうふうな証明にもなっちゃったわけか。あてるし、あとはまあいざこうなったときにブロックチェーンに置いとくと、囚人監視になって、資産をなんかいきなり隠したりできないよねと、意外と金融に便利だよねっていうのが分かったわけ、今回。へえー、FTX の破綻でそれが分かったんだ。あの今よくよく分かったっていうか、再認識された。 やっぱり金融庁は、だからそういった意味では、ずっと僕らと今ウェブ3の話やってるし、あのー、まあ非常に、なんていうのかな、あの、感度いいよね。うん、それとほら、うん、我々のチームもさ、うん、山下さんがいたりさ、も,もっと東京地検特捜部の、はい、あともう超一流の弁護士の塩崎ね。はい、ね塩崎さん、うん 金融庁出身の神田さんがいたりさ、うちもレベルめっちゃ高いわけよ。俺,俺ぐらいだよあのそ、あの、その野菜の専門性しかないっていう。<laughs> でも市場の方ですから。ね、だから市場の方だから、うんよ、よく分かることは分かるわけよ。<laughs> うん、だから前も言ったじゃない、そのさデジタル、デジタルアートをね、めっちゃ高い値段つけるっていうのはさ、うん、よくマグロでもあるしさ、サクランボの、ね、なんとか、アメロンだってよくやることじゃない。はい でも大事なのはその後もマーケットが続いてって非常に経済合理性を持ってんていうのかないろんなものが分配されていくっていうお金に変えていくっていうのが大事なんでそういう本質を見る目があるしね。 だからまあそういった意味では、今回 FTX は結局分別管理してなかったんじゃないかっていうのと、そのオーナーのプライベート用の色彩の強いあの投資会社にかなりそうう金が流れてて、それが NFT とかをまたバンバン買ってるわけですよ。だから NFT 自体もそれでかなりその価格操作とまでは言わないけど、バブってるわけでバブルになってたっていう。そういうエコシステムなんかは、 まあ、俺なんかは、あの、詳しいよね。うん、パッと見て、あ、なるほど,ど、こういうからくりなのかっていう。うあそだ、はいうん、経産省と金融庁と、うちの PT は非常に連携取れてますよね。じゃあ、期待できんじゃねえの、うん、今度の税制は。まあ、それでは別か。いやいや、でも、税金を決めるのは、その、金融庁でも、経産省でもないんですよ。 そう自民党税調っていうのが決めるんですよ。税調の親方が誰だっけ宮沢洋二さん。昔野田武さんね。ああ。でも、すごいポジションだな。中山定則さんだっけあの、税税導入した。まあまあ、すごいんですよ、税調っていえば。ああ。 その戦いを今からやってるっていう感じだね、うんえー。で、向こう側にはど,どういう方がいるんですか今、あの、まあた、えっ、ー、と、なんだっけ、宮沢洋一さんがトップでいて、番頭さんかえっとね、まあ、でも、あまりさんがいたい,いろんな人がいるんだけど、で、小倉さんなんかも、あのー、ライターでいたしね。あ、まあ、向こう側にいるのあそうだよ。だえー、でも、やっぱり。 やっ,ぱりやっぱり宮沢洋一先生だろうな、力があるのは。はあ、なんか、それもちょっとなんか、仕組みとしてあんまりいい仕組みじゃないなって感じるんだけど、一人になんか集中しちゃってんだけまあ、だからね、まあまあ,、まああの、みんなで議論するんだけど、みんなで議論するんだけど、うん、ただ一方でね、まあ、ただたださ、なんか利益誘導みたいな議員もいっぱいいるからね。 まあそういうところでちゃんと,いな,いといな, <laughs> なるほど。インターネットの接続は不安定ですって、俺の声聞こえてるだれ、俺の、え、どこが不安定なのあ、大丈夫、大丈夫そうだ。それでね、うん、さらに言うと、聞こえてる大丈夫です。さらに言うと、だから今、そのホワイトペーパーをアップデートしようとしてるのね、バージョンアップしようとしてて。はいはいはい。だから今、税制の議論をやってるけど、うん あとは、その、さこの間言ったの、組織ね、ダ a ね。ダ a o の銀行、はい。はい、はい、はい。はい、あと、ほら、監査法人が監査してくれない問題。うん、えー、これは、あの、なんていうの、監査のあの会計ルールも変えなきゃいけないんで、これ結構。え、何監査法人が監査してくれないって何それそう、あのね、あ暗号資産って言った瞬間にね、 あのルールが決まってないから、監査法人が監査できませんみたいな感じになっちゃってああ大、大企業が入ってこれないんですよ。コンプライアンスとか、監査の問題で<ー>そ<う>。それにはどんな法律決めりゃいいのよ。これはね、法律じゃないんで、これはね、会計基準なんで、ASBJ っていう民間の、あの要は、要は、基準委員会が作んなきゃいけない。 知らねえな、そんなの。だから、それは、だから、まあ、そこは独立性も高いんだけど、そこがボトルネックになる可能性があるから、あのーそ、それはどういう人たちの集まりなの経営者。会計士。会計士。会計士か、ね計士。公認会計士の協会っていうか、委員会なんですよ。<ー>だから、この間、公認会計士協会の方来ていただいて、まあ、議論してね。まあなんとなくのんびりしてるからさ、話聞くとさ、 だから、公認会計士の所管省庁は金融庁なんで、まあ、金融庁と経産省と、まあ、会計士協会、あと会計士協会と,、うん、あと会計士さんの ASBJ っていう、その、基準委員会。企業会計基準委員会。ASBJ っていうのがあるね。<ー>だから、そこと<ー>、まあ、よく連携取って、この問題解決できるように、うんえー、しましょうっていうことで、まあ、これもだからコーディネートしてね、我々がね。 あの、進めなきゃいけない。だから結構、プロの仕事が要求されるんですよ。冷静にしろ、その、関西を、<laughs> 監査してくれない問題にしろね。法律のみならず、会計の問題もあるし、<ー>運びの問題もあるしね。党内プロセスとか、引き継のさ。だからそこまでやって、多分国会議員ってプロなんだと思うんだよね。 いやあ、ほとだね。だから、まあ、<今>そうってみれば、それもやんなきゃいけないし、うん、まあ、そのぐらいは、ちょっといろいろ議論しょううん。あれなんかちょっと不安定になってるかなえてるあ、大丈夫、大丈夫。今、ちょっと知りきれたけど。いやーでも今の話、ね、結構そこまでやらないといけないのと、あとね、うんうん いや、今の話聞くとさ、本当ウェブ b 3のその話をして、ブロックチェーンの話をして、今度は監査のあれで会計基準を決めようっていうのはまあ、すごいあちこち飛んでる話だよな。バカじゃできねえない。だからウェブ3の難しい、<laughs> ウェブ3の難しいとこはそれでね、<ー>このルールをこんだけ変えたらいいって話じゃないんですよ。 だから税制もあるし、うん、あと DAO なんていうのは、うん、じゃあ、どうやって法制、DAO ね、どうやって法律作るのって。あれはだから DAO 法って新しく作んなきゃダメでしょ、あれ。いや、だからそれはね、えー、っと、LLC っていうね。LLC、はいはいはい。合同会社。合同会社の法律を一部いじって、 まあ、LLC 型 DAO みたいなものをちょっと法定化するかねって言ってんだよね、今ね。<ー>何言ってか分かんないでしょ、LLC 型 DAO って何だそれって。うん、なんか LLC っていうよりも NPO に近いようなイメージなんだけどな、DAO っていうと。 あのねだからこれ、まあ、ちょっとこれから大議論だと思うけど、あの、うん、前も言ったけど、ダオってあらゆる種類が出てくるから、はい、一つの法律で全部見れないと思うんだよね。だから、まあ、一部、その法律、一部はこれで完全にホワイト化して、じゃないと大企業がコンプライアンスで乗ってこれないんだよ。だからさっきも言ったようにさ。あでも俺ね、<ー>大企業にも頑張ってもらいたいなと思ってるんで、ね、日本ね。 だからまあそういうふうに大企業が入ってきやすくするためにはやっぱり法定化が必要だよねでも法定化できてない分野もだから直ちに黒だなんてやったらもう動き止まっちゃうんで、んまあここうど,どうしていくかっていう、まあだからまあある程度自由にやってもらうっていうことだと思うんです。だからまあウェブ e b 3が難しいのはもうありとあらゆるところに跳ねるので、 でそれを既存の法律でやるのか、うん、解釈でやるのか、運用でやるのか、うん、議員立法でやるのか、確保でやるのかとか、そういうところも考える。<laughs> なるほどね、まあ。民間は民間で頑張ってもらわなきゃいけないし、ASBG は、うん、ASBG で頑張ってもらわなきゃいけないし、っていう話なんだよね。まあ、うん、あらゆる角度から考えてるわけだけど、今回話がらっと違うけどさ。 ツイッター、どういう印象を持ってる今変わったよね、ツイッターってだ、だいぶ。あの、いいのになってから。まあまあ、あの、いいんじゃないですかあの、なんか今一、今、そう、なんか、<う>いや、だから、キュレーションしてたわけでしょ人が。人がキュレーションで編集,<ー>編集してたわけだよね。うん<ー>。いい的に。で、そうしたら、なんか、ちょっと、我々と意見の違う人たちのやつが、なんか、比重が重かったらしいじゃない。 うんだからまあまあ今んとこはなんかいい感じなんじゃないのいやだから使っててもさなんかなんかすっきりしてない今ちタイムラインがまあそうねそうね、うん、なんか余計な広告みたいなのが入ってきてっていうことあんまりなくなったねまあイーロン・マスクさんは天才だからなちょっと我々がちょっと想像及ばないとこあるけど すごいじゃん。なんか、なんか、死ぬほど働くか首かどっちか選べとかなんとかさ、<ー>なんか通知してたらしいじゃない。だけど、ね、死ぬほど働くっていうのは、えー、週40時間だっつって、日本は当たり前じゃねえか。<laughs> あ、そうなんだ。そう。な、ね、あの、イーロン・マスクが言った死ぬほど働けっていうのは、えぇ、ー、8、5、40。<laughs> だって。 日本はそれプラス、ね、だからあれだったらな、ぶら下がってるやつがいっぱいいる。いや、そういうことだよ。だからぶら下がってるやつがいっぱいいるんだよな。よくある話だよな、野垣<だ>ばっかりって働かないやつがな。だからそれはもう自民党もそうだろうし、<laughs> 国会もそうだろうし。<laughs> まあね、どうなんでしょうね、これね。本当に。いや、それでさ、いや、さどうぞ。コメントに書いてあったけどね。 うん、なんかこの間さ、面白いツイートがあってね、うん、なんか、あの平正明でなんかコメントの陰か,かっこで、うん、あ深夜あ夜分遅くすいません、平ですけど、昼間出したモーニングのクリーニングなんですけど、今からキャンセルできますか <laughs> えまだ洗濯してないはあ、ニュース見て。あ,あ、そうですか。<laughs> じゃあ、明日一緒に取りに行かせますってツイートがあってさ。 あれ面白かった、笑ったよ。たよね、だけどね、俺はね、うん、俺はリツイートもいいねもつけなかったぞ。<laughs> そ,うそうだよ。いや、いやあれ面白かったな。面白かったと思ってさ、本当だよね。逆にしないでほしいよね。<laughs> 俺、毎回これ聞いて,てられるんだよ。いや、だって、<laughs> だって、自分で逆にしてんだぞ。<laughs> 自分でかっこよい,いやでもね、うん、えっとね、スタートアップとかデジタルとか経済産業とか内閣府だとざわつくけど、うん、総務大臣の時は記者誰からも電話来なかったよ、うん、俺に。<laughs> あでもそうだね。それ以外はね、毎回来んのよ、いろんな人からさ。たや<ー>、えー、さ名前出てますよとかさ。<ー> まあ、いやでもなりませんね、これ。でもさ、うん、政治家としてさ、そのなんとの、あらゆる分野で声かかった方がいいの、それとも特化してる方がいいの。いや、だから、政治家はね、ゼ、うん、ネラリストの方がいいと思うよ、はね、スペシャリスト。だから、まあ、何でも大体分かってるっていう、何でもっていうかね、まあ、大体、だから、勘どころだけ、だって安倍さんがそうだったんだよね。安倍さん何、ね、何を言ってもさ、 パッパってポイントつかむって言ったじゃない。やっぱそれってすごい大事だと思うよね。なるほどな。うん、ちょっとスペシャリストにな,なりすぎてないかいいいのなってないと思うけどね。だって俺普通のこと言ってるだけなんで、<ー>デジタルにしても Web3 にしても、何にしてもさ、あのサイバーセキュリティしても、別に俺特別詳しいわけじゃなくて、うん、うん。普通のことそうだね。うん でも昨日ね、YouTube で見たけど、あの北朝鮮のハッカー集団ってのはすごいみたいだね。いや、それこそサイバーセキュリティの出番だなと思ったけど、まあとにかくあの暗号通貨をなんか盗んでくんだってね。だ,だってそうでしょ、あれ、コインチェックなんか違うのかね、わかんないけど、500億円ぐらい捉えてる。すごいみたいだよ、北朝鮮って。だからあれだけミサイル飛ばせんだって言ってんだよ。<laughs> まあ、だって、まあ、これ、本当か嘘かわかんないけど、数年前までは、ね、うん、あの米国のドルの紙幣を吸ってたわけでしょはい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 、えー。っていう話もあるよね。で、暗号通貨が出てきて、おいしくなっちゃったんだよ、<laughs> そっちがねあ。そういうことだよね。うんだからまあそう、サイバーセキュリティはさ、まあ、しっかりやんなきゃいけないし、前も言ったけど、法律作んなきゃだめだよ。<laughs> いや,いや、やばいと思うよ。 いやだからあれ何だったんだろうな読売新聞の一面に出てたじゃない俺が質問した後にさ。あ、はい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 。ええ、ね、それで来年の、<あ>来年の、なんだ、通常国会じゃない、臨時国会に法案提出する予定なんで、もう誰も言ってないらしいけどな、政府は。あれあそこから何も進んでないのうん。だから何だったんだろう。えー、誰がリークしたのかよくわかんないけど。 まあ、しかし、なんですないろんなことが起きるね。いや、まあ、いろんなことが起きるのはしょうがないよ。ああ。それは世の中が動いてるってことだから。あちなみにね、この背景、モンゴルですよ。あそうなんだ。あ,あの、モンゴルの大統領来てるって言ったけど、これ、モンゴルの作品ですよ。いや、それだからモンゴルにしたわけじゃないでしょ。ないけどね。いやいや、俺もこのモンゴルの作詞が好きでさ。そうモンゴル行ったんだよね。 モンゴルは私は詳しいですよ。<laughs> 一回行くつ詳しくなっちゃうんだよね。<laughs> そうだよ,うだよ前だって尖閣も詳しかったもんね。<laughs> 一回行ってから。尖閣諸島まで行った国会議員って何人もいないからね。いや、いないよ。片道何人かの漁船であ。あれはよく行ったよ何時何時。でも、いくちゃんのおかげでさ、あ,あ,あの、あの時は、あの、あれだよね。 下村博文さんと西田昌司と、俺でさ、漁船で行ったけど、いくちゃんに言われた通り、3時間ごとに酔い止め飲んでたからさ、俺は。全然大丈夫。ああ、よかったよかった、お役に立ててよかった。まあでもね、やっぱり現場に大事ですよ。いや、そりゃそうだよ。あれ、せんく今振り返ってみて、どんな印象だったの あの時も聞いたと。いや、だからね、えっと、まあ一時さ、あの、船だまりを作れとか、いろいろ言ってたけど、実行支配を強めるためにね。まあでもあそこってさ、あの、上陸するとこがないんですよ。もうなんか岩が切り立ってて。はい。あんまり、ほとんどないのね。まあ多少あるんだけど、昔の工場。あの、か節工場かなあっ節工場ね。あの、かつ節工場か。 あったんんだけどど、うん、ほとと上陸するとこないのでも、それ見えるの、船から、活動の工場のあと。見える、見える。へ<ー>それで、だから船だまりなんて作っちゃったら、なんか台風が来たら、それを言い訳にね、うん、中国の漁船がわーっと占領しちゃう可能性あるんだから、うんだからそう現場見ないで適当なこと言わないほうがいいよな、政治家が。なるほどね。うん、何もないから誰も近寄れねえんだ。だ <laughs> だから、そうなのよ。だから、あれだって、棒とかなんかでこう、移っていくしかないけど、船のあまりなって、船がわーっと入っていっちゃって、上陸して、積みついちゃう可能性あるからさ。そうだね。それも緊急避難だと、台風が来たからなんて言われて。そうだよね。そんなのはもう、言い訳いくらでもできるんだから。そのままどかなくなっちゃったりする可能性あるでしょ。だから、あれはあのまんましとくのがいいと思うよ。そうだ、そうなんだ。そうね。

いやいや、コメントです。オスプレイ、降れるとこないと思うよ、尖閣は。ああ。オスプレイが降りらんないの降りられないんじゃないか私が見たときに。おー。いや、だって本当のそのさ、切り立った島だからさ。あの、魚釣島ってやつでしょそうそう。そうだよね、魚釣島。二つあるんだよね、そんなね。ああ、そうそうそう。 まあでも、あれだね、育田さんも、元気だね、その年で熱があるっちゅうのに。<laughs> 60だよ。でも、熱8度ぐらいであるんだよね、今ね。まあ入っちゃうや。いや、だからさ、まあお、俺たちがね、もうちょっと若い頃はさ、うん、熱出したぐらいで会社休むんじゃねって言われたもんな。そう。そう俺たち若いから。いや、俺は社長。言われたよ。言われたよね。熱出たぐらいで休むんじゃねって言われたよね。 そうだよ、五本五本なんて言ってな、風邪なんて病気じゃないんだから関係ねえよって言って怒られたそうそうそう。お前、気合いが足りねえんだなんて言われたよね。そうそうそう。何でも気合いだから。<laughs> 本当だよ。だってさ、<laughs> あの忙しかった時なんてさ、弁当を食ってたらさ、<laughs> バカ野郎、お前な、米なんてな、噛むんじゃない飲めって言われた <laughs> お前噛んでたら<や>アルコールになっちまうぞとか言われて。<laughs> まあ、めちゃくちゃだったよね。いや、めちゃくちゃだよ。<laughs> だけどさ、それだけやってもさ、結果が出たんだよ、あの頃って。まあね。そういや。だから、だからやりがいもあったんだよ。やっぱりさ、なんだろうな、こ,この間渡辺壮太さんも言ってたけどさ、うんうん、もう一度日本復活そうね。なんだ、メイク,メイクグレー、メイクジャパングレートアゲン言ってたけどさ、お<ー>そういう日本にしたいよね。 いやーぜひお願いしますよ。したいですよ、うん、俺も。だから本当に、この潜在価値をさ、最大化するね。うん、やっぱり政策を打ってさ、やっぱり経済もいいし、うん、儲かるし、みんな日本に来たがるしって、はい、やんなきゃダメだよな。やっぱり弱いんだよな、全体的に。ね、いや、だからね、やっぱり日本人っての変革が苦手だね。 変わるっていうのがダメなんだよ、うん、あとね、うん、ちょっとね、やっぱりまあ長期政権にするコツなんだけど、うん、やっぱりちょっと野党の意見を、野党的意見をちょっと盛り込みすぎちゃったよな、自民党が。ああやっぱりもうちょっと、やっぱり競争って、競争しなきゃダメだよああ、なるほど、なるほど。 まあ、あの、猫しないで、真正面からガチンコでやろうや、みたいな。だから、まあ、なんていうのかな。みんなが頑張るしかないわけじゃない。資源ないんだからさ。教育、ね、してよくするさんでもなんか頑張んなくてもいいんだよ、みたいな空気が強すぎるけど、まあ、俺も古いのかね、これね、考え方が。いや、だけど、頑張るのは頑張んなきゃダメだよ。うん本当だよね。だって、ツイッターでイーロン・マスクが8、5、40時間働けってのは、それがハードワークだっつってんだから。 そうだよね、すごいよね。そ<ほ>、ね、うだよ、それぐらいや,やったっていいんだよ、だから。うんと、まあね、われわれよく働いてるよな。いやいや、あの、政治家は働いてる。<laughs> 特にね、えー、与党の政治家は働き者だと思うよ。いや、風呂入る時間がなかったりするわね。<laughs> あと、<laughs> だってさ、もう昼飯がさ、なんか3日間ぐらい続けてさ、<れ>車の中でコンビニのおにぎりとかさ、 ああ、結構やっぱり、それで朝は結構早いでしょ、今ね。朝早い。5時ぐらいに起きてるもんね。そうね。それで、あと、なんか毎日公演とかも頼まれてやってるから。まあ、よく働いてるよね。まあ、でも、それだけお公演がかかるんだから。まあ、ありがたい話です。ありがたい話です、本当に。で、いよいよあれだね。じゃあ、これで、えっと、来週から。 もう12月入ってから、えっ、ー、と、まず6日があれだから、そうすると<あ>こ、今月は、来週は休みなんだっけあ、そうそうそう。来週はね、私の都合なんですけども、お休みをいただきます。あ、一人喋ゃりやるいやー、だって、出現者もん一人でやる。え <laughs> 何ってやる気十分だっけあ、あとさ、かぶ<あ>スタやろうよ、かぶした。ああ、だから、いつでもどうぞ。<laughs> あの、赤、なんだっけ、赤、赤松健さんだ。赤松健さん、あの、見てよ。面白い赤松健さんのさすがに。おー。カジょうウスケ。カジうュウの儀。やってますよ。ぜひぜひやりましょう。はい。で、だから、週はお休みで、で、いよいよ12月は、土頭のビッグゲストシリーズ。森山さん。はい、森山さん。萩さん。 え、はじめ、萩生田さんか。萩生田さん、そうだ、森山さん。12月6日が萩生田さんで、えー、13日が森山さん。ね、それで、20日ああ、えー、年内最後の事情入らずは、なんと、菅前総理大臣。菅、ね、そうね。ね。まあ、そういう感じで。じゃあ、この三回の中に木原さんがどっかに入んないのかな 田さんうんどうだろうななんか来そうだけどな大物来たら。そうだね。<laughs> <laughs> 政権の骨格に関わるところなら来るんじゃない,い <laughs> あ来るから。じゃあ,政権のあの、一応このメンバーと日程は知らせときますよ。木原さんに。そうね。そうしてください。ね、はい。<あ>そうしましょう。はい。はい、じゃあ、で、えー、木原さんお大事に。 あ、ありがとうございます。はい、えー、ということで、来週はお休みをいただきますけれども、えー、実は調子こいて大切なお知らせ、パート2というのが取りためてあります。えー、それをこの8時から流したいなと思ってる。<laughs> まあ、同じような話してんだけどさ。でも、あの、年明けはやろうよ。ね、ま正樹、<laughs> 大切なお知らせ。え一人喋り。 先生、知らせね。うん、あ、でも、うん、年明け、年明けだよな。これ、新年会ラッシュがまた始まるのかしら。まあ、まあ、ちょっとまた相談しますね。はい、は,いはい、はい、はい。はい、えー。ということで、えー、本日の地上入らず、えー、長野お付き合い誠にありがとうございました。それでは、また来週は収録で、えー、来月の12月もい日にお目にかかりたいと思います。えー、長い時間のお付き合い、ありがとうございました。